フェリー熊野は南海フェリーが運行していたフェリー。なると、丸の大船として新居浜造船所で建造され、1989年3月23日に和歌山小松島航路に就航した。1999年4月、徳島側の発着地が小松島港から徳島港に変更となる。2007年4月、 燃料価格の高騰と利用者の減少による減便で引退した。その後、フィリピンのネグロスナビゲーションに売却され、西部フェリー1となりセブフェリーで就航した。ネグロスナビゲーションの再編により、2012年に、船名を ST ・オーガスチン・オブ・ヒッポと変更。現在は2号で運航されている。先に建造されたフェリー立花より大型化し、トン数が、 約2000トンとなった。海外焙煎後は、選手ランプが撤去され選手が成形されたほか、船尾ランプの大型化、船体後方上部への船室の増設などの改造が行われた。2005年4月11日、8時14分ごろ、徳島港を出港する際、フェリーフ団を折岸して、海島水域へ行進中、対岸の津田フ団を折岸して右海島だった。 液体化学薬品バラズミ船第18エビスマルと衝突した。本船の左舷船尾部が第18エビスマルの左舷中央部に後方から25度の角度で衝突。本船は左舷船尾の棒現在に亀裂及びオーソンを生じ、第18エビスマルは左舷中央部外反に波行を生じた。事故原因は更新中の元船が 同性監視不十分で衝突回避措置を取らなかったこと回答中の第18エビスマルが衝突回避措置を取らなかったことで発生したものとされた。ありがとうございます。